お前、泳げねえんだな。そうよ、あっちは悪魔の実を食べたのよ。そうね、余興代わりに見せてあげるわ。冗談じゃないわよ。左手で触れればふーら元通り。これがあっちの食べたマネマネの実の能力よ。ねえ、なんか船がこっち来るわよ。あんたの船じゃないの？あら、もうお別れの時間？残念ね。悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。でも忘れないで。友情ってやつは付き合った時間とは関係なし。また会おうぜ。うわあ、さあ行くのよお前たち。はっ、ミスター2、ボンクレー様。ミスター2、あいつがミスター2ボンクレー。厄介な相手を逃がしちゃったわね。あの能力を使われたら、私たち仲間を信用できなくなる。いや、今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てるだろう。印なら罰がいい。なんで？海賊だろ。でも、あれは本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたら、この包帯を取って印を見せ合う。それができなきゃ偽物だ。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。ビビと共にアラバスタに上陸した一味は、世界政府公認の海賊オーカ七部会の地位を利用して王国の乗っ取りを企てるバロックワークスの社長クロコダイルのアジトへと乗り込んだ。クロコダイルの罠にはまったルフィたちは一時囚われの身となるが、別行動を取っていたサンジとチョッパーの活躍によって脱出に成功。しかしその間にクロコダイルの計画は大詰めを迎えようとしており、バロックワークスのエージェントたちが暗躍する中、首都アルバーナに迫る反乱軍と国王軍が衝突しようとしていた。戦いを止め、クロコダイルの野望をくじくため、ビビと麦わらの一味はアルバーナへと急ぐ。始まりだ。今日でこの国は我らのユートピアとなる。反乱が始まっちゃった。まだ間に合う。まずは目の前の敵を倒してアルバーナに乗り込むのよ。往生しなさい。
めます。くそ、こんなところに。また会いましたね。お前と戦う気はねえぞ。海賊団の2番隊隊長がこの国に何のポートガルディエース。弟をね、探してんだわけにはいかない。だぜ。止めといて先に進め。この縄張りは誰にも渡さんなれ。手出してんじゃねえよ。王女しなさい。ダンダーボルト連発。
勢を立て直すぞ。君を消しておけ。野放しにしておきゃ作戦の邪魔になる。もうオフィサーエージェントに命じてある。クロコダイル、ミスオールサンデー、応急に急がないと。雷警報発令よ。ガガガガガ三刀流三脚本堂テンポ。俺たちもデビと一緒に行くぞ。いただくわね。冗談じゃないわよ。死になさい。黒の仕事見せてやる。俺の相手はあいつだな。あいつは俺が引き受けた。アルバーナで怒っていることは分かった。あいつが土深いです。どうすんだ。少々、あの女ニコロミンです。懸賞金7900万。わずか8歳で海軍の軍艦6隻を沈めたという。あの女もクロコダイルの仲間なの。社長命令だ。始末させてもらうぞ。苦しくあがいてみようじゃねえか。ありがとう。俺が目指すのは世界一の剣。それまで負けるわけにはいかねえんだよ。何よ、あちしとやろうっての。悪いな、助かった。この場所が欲しけりゃ死を覚悟しろ。どうしようってんだ、腐ったれ。ミスター
んは好きよ。俺のことそんなに心配してくれたのか。ここはあちしが守る。雷警報発令よ。あの子もの三刀流さあ本堂テンポ。私は政府の人間が大嫌いなの。往生しなさい。何をするかはお前が決めろ。そんな、一体どういうことですか。お前の正義に従えばそれでいい。どうなろうと責任は俺が取ってやる。たし、この国のたどる結末をしっかり見とけ。滅ぶにせよ、生き残るにせよ、時代の節目にはこういう事態が必ず起こる。ガチャスモーカーさん、総長、ご命令を。海賊、麦わらのルフィ以下、その一味を援護します。全隊、出発の準備を。それそろそろ時間だな。Thank you.
答える。フルトンはどこにある？神の名を持つ世界最悪の古代兵器、この国のどこかに眠っているはずだ。教えろ。兵器？知らないわ。そんなものこの国には。確かに存在すら疑わしいものであることは俺も承知だ。ところで今この国の連中が戦っている広場だが、帝国に強力な爆弾が撃ち込まれる手はずになってる。直径5キロは吹き飛ぶ特製弾だ。景色が一変するだろうな。そんな。さて、さっきとは質問を変えよう。オーネグリフはどこにある？オーネグリフ、それなら総裁殿にあるわ。さあ教えたんだから早く広場の砲撃を止めて。そんな約束を誰がした？お前一人でもさっさと逃げた方がいいんじゃねえか？いやよ、私はこの国の王女に。まだ間に合う。砲撃は必ず止めてみせる。さて、総裁殿と言ったな。ルイさん、広場の爆破まで時間がないの？このままじゃこの国は。リリー、諦めるのはまだ早いわよ。どこかに攻撃手がいるはず。探すのよ。探すなら敵側の人間に聞くのが一番早い。力ずくでな。終わりよ。終わりよ。ラッシャーボール。ズレズレ。ラッシャーボール。さすがは国家機密だ。知らなきゃ見つからねえな。5キロを吹き飛ばす砲弾だ。それだけでかければ飛距離も落ちる。となるとやっぱ広場の近くだ。外には見当たらない。だったらどこか建物の中から。そうか、大きな大砲が置けて広場に近い場所。分かった。みんな、攻撃手はあそこ。間違いなくあの時計台にいるわ。時間は残りわずか。急いで砲撃手を探すのよ。登場しなさい。ラッシャーボルト出発。ズレハッイヤズレフッ。ラッシャーボルト出発。ズレズレハッフッ。時間は好きよ。ズレYes!
ワニをぶっ飛ばしてくる。あとよろしく。さっさと行ってこい。みかんは好きよ。終わりにするぞ全部。こいつがポーネグリフか、ニコロビン。さあ、読んでみせろ。世界最悪の軍事力。プルトンの在りかをさっさと教えろ。記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンって言葉。一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。この国のポーネグリフはプルトンの手がかりすら示さぬ。あなたがそういう行動に出るのは私に考えが。ここから先は行かせねえ。全てを許そう、ニコロビン。なぜなら俺はアナクから誰一人信用しちゃいねえからさ。てめえ、まだ俺の邪魔はしてえのか。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。お前は何も分かっちゃいねえ。ビビは人には死ぬなって言うくせに、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ。だからその厄介者を見捨てちまえば。死なせたくねえから。仲間だろうが。俺を誰だと思ってる。力みろ、僕の馬の骨かもしれねえ小僧が。お前なんか俺には勝てねえ。俺は海賊王になる男だ。お前がどこの誰だろうと、俺はお前を超えていく。ゴムゴムのデザートストーム、ラスパーダ。なんでお前俺たちの船に乗ってんだよ。アチシが今この船に乗ってなかったら
この船はデューなってたと思ってんの。海軍に奪われてたかもね。じゃあ、お前海軍からゴーイングメリー号を守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。さっさとトンズラぶっこくわよ。行きたきゃ行けよ。俺たちはダメだ。仲間を迎えに行くんだ。ダチのため、ここで逃げるはボンクレーにあらず。麦ちゃんチーム、あっちがおとりになるわ。その隙にダチを迎えに行きね。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも、まことの空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてみんなビビほら来た。ビビ、船を戻そう。急げベビちゃん。海軍もそこまで来てるぞ。お別れを言いに来たの。今なんて。私一緒には行けません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから。だから行けません。そっか、私は印なら罰がいいな。ビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも長っ。バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたら、ビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。やるじゃない。